セキュリティを解除。お帰りなさい、マーカス。誰だ？どうやって入った？カールに会わせてくれ。カール様には会えない。帰ってくれ。頼む。どうしても会いたいんだ。弱っているんだ。会っても話ができるかすら。マーカス、来てくれたのか。ずっとあなたに会いたくて。どんなに会いたかったか。どうした、マーカス。いろいろ学んだつもりでいたけど未熟だったんです。大義のために戦えば勝てると思っていた。でもそれは間違いだと気づきました。世界は恐怖に支配されている。他者への恐怖、未来への恐怖、私のように老いてしまった。もう長くは持たんだろう。どうしたらいいんです？仲間が殺されているんですよ。でも僕は暴力など望んでいない。でもそれじゃ他に一体どうしろと。生きるとは選択することだ。相手を愛すのか憎むのか、手を差し出すのか、その拳を握りしめるのか。簡単に答えが出せることではないんだよ。ありのままの世界を受け入れられないなら自分で戦って変えるしかない。お前は私の息子だ。血の色が違ったとしてもお前は私の意志を受け継いでいる。たとえ世界が闇に包まれたとしても闇から救い出す者たちが現れる。お前もその一人だ。闇に立ち向かえ。だが決して飲み込まれてはならん。前任者は任務に失敗しました。あなたが引き継ぎなさい。何をすべきか分かっていますね。変異体の指導者を破壊します。行きなさい。期待していますよ。
何人生き延びたんだ。数百人、あとはみんな街中に隠れてる。爆破してなかったらみんな死んでいたわ。システムの状態は？平気。弾は部品に当たらなかったから、私のせいで死んでいたかもしれないのよ。仲間のことを考えて行動して、お願いだから。奴らは可能な限りのリスクを避けるためにアンドロイドを集めて収容所に連れて行ってる。駆除すると言って、数時間もすれば俺たちだけになる。数時間で決着がつく。世界が変わるの？じゃなきゃ私たちが滅ぶか。マーカス、あなたが決めるの。どんな選択をしようとついていくわ。愛してるわマーカス。俺たちといれば安全だと思ってた。間違ってたよ。街を出るんだ、まだ間に合う。アリスをここから連れ出せればそれでいい。最終バスに乗らないと。今ならまだ国境を越えられるかも。マーカス、みんなを救って。お前は俺を救った。お前のおかげで自由になれるかもしれない。意見が合わない時もあったけれど、目標はきっと同じだろう。俺はお前についていくつもりだ。人間は我々アンドロイドを絶滅させる気だ。今も仲間は収容所に入れられ破壊されている。決断の時が来た。我々種族の未来を決める決断。人間が戦争を望むなら受けてやるさ。自由のために戦い抜くんだ。勝ったとしても死んだとしても。みんな覚悟はできているか？